背後抜けてオフサイドはかいくぐった、ドーグラスだ、1対1、ドーグラスかわしてシュート決まりました。運んでクロスボール、シュートためて、おパス、さあドーグラスシュートだー、抜けて低いボール、ドーグラスからイニエスタふわっと浮かせた、ドーグラス、ドーグラスが決めました。神戸先制0対1。チャンピオンズリーグ、ウィニディエンプレスカップ、イデアルアンダープレッシャー、ドグラスイスルーオンゴール、ドグラスピックスイスポット。裏、ここからドーグラス仕掛けてシュート、ドーグラス先制点、頭で落とす、ドーグラス取った、ドーグラス、ドーグラス、ドーグラスシュート、ゲット、いうところもありますね。コースをどれだけ狙えるかですよね。さあドーグラス、ドーグラス壁を越えてきた、北川からドーグラス、これでサイドチェンジから金子、そして最後ドーグラス、再び同点に追いつくシーンです。佐藤さんどうでしたか。いやもうこれはもう左のスローインからドーグラス、ではね、まあこれがしたのボール、遠いサイド、ちょっとファンブル、シュート、クロス、こぼれてドーグラスがしっかりと沈めます。そこからの PK ですよね。パスがちょっとずれましたが入れてきます。もう流れてドーグラス、スーパーボレー、見事にネット。攻撃もベクトルは前というこのコンテセ。このクロスにドーグラスということになったんですが、61分です。北川とドーグラス、この強さですね、はい、ところで多い選手が体ぶつけてるんで、今度は柔らかいボールが持ち込んでドーグラスの足元、見事なトラップからの先制シーンでした。清水に追加点です。北川からドーグラス、そしてこのゴールになります、はい、フォーメーションを変えてね、ちょっとずつリズムが良くなってきたんですけども、ここで、はい、このうまさですよね、PK は柔らかい。ドーグラスが寄った、おっと交錯をした、 PK、 木玉上を使ったドーグラス、ボールをキープしてドーグラスだ、ドーグラス戻して山口、もう一度浮き玉、ドーグラスから古橋だ、シュート、イニエスタが行って奪った。さあドーグラス、左はフリーの古橋、そこを使う。さあ古橋は勝負もできますが、古橋、古橋中持ち出した、古橋のシュートだ、古橋からドーグラス、イニエスタ、イニエスタ、古橋振動つくが入れて、ドーグラス、ドーグラス取った、ドーグラス裏を狙っている、ドーグラス右足、
酒井、近いところで古橋、うん、うんと抜けた古橋、シュートでいった、下げます、粘って左足、ドーグラス、初瀬、低いボール、ドーグラスだ、前線には入っていません。ドーグラスが前を向いて、遠目から中に入れる、シュート、ドーグラスの左足だ、大阪クロスを入れる、ドーグラス、ポスト、古橋、ドーグラス、ゲッツ・ショット、まだ清水が拾う、オーバーヘッドで狙ってこぼれていって、よく見えてる、シュートレンジ、シュート、中に入ってくる、ドーグラス、シュート、痛いですよね、この時間帯。このシュート、うん、AC には柔らかいボールで大外、オーバーヘッド、選手交代、選択が必要です。ヘナト・アウグスト、インターセプト、ドーグラス、ヘナト・アウグスト、入れ替わった、フィニッシュ、ポスト、ドーグラス前を向く、北川が裏を抜けて入れ替わった、シュート、良かった今日のゲームです。そして59分の同点、山口のチェックもかわす、さあ行くか、かわして、シュート、きた、ですよ、西田が持って、ドーグラス、コントロールだ、フィニッシュ、でドーグラスの頭から、まあ、白崎内側入ってスルーパス、ドーグラスこの位置からシュート、北側詰めて、そしてその直後です、今度は清水、まあ、またこのドーグラス選手の突破からこのボール、今日は空中戦、清水、しかしヒールで流して、ゲームが動きました、ね、このシーンでしたね、はい、選手がプレスバックした後ボールを持ち運んで多い選手を引きつけてるんですね、この場面 で、はい、で北川選手に状態でボールを渡して、